そうよ。すねると君は私の大事なものを隠すでしょう。その場所は決まって同じだから、今日は先に行って待ってみるわ。季節たちが夕日を連れてきて、影が私を見つけて伸びる。びっくりした顔で私を見つめては、急に口ありがとう。